よし。なんだっけな、ラモフェリスって何してた人だっけな、覚えてないや。俺も覚えてねえわ。とりあえず、ラクルスに入ってみよう。どうしようかな。まあ、適当にチェックつけて入ってみよう。多分ね、勢力図のどっか一つを潰せばスエーニョが出てくるんだろうね。耐えかねて。なるほど。だけどこれまでうまくせ、あ、これ乗って、これ。乗って。新天地にヘリで行こうだなんて。ラクルスに入った。なんかある？なんもない。なんもない。副官を見つけないとな。街っぽいところに行けばいるだろうけど。あったわ。あった。行け。れ多分人だから逃げるよ、バレたら。カルテルじゃないかな。ああ。電波障害。何も見えない。ドローンがジャミングされてる。二人目のターゲットがいる。オッケー。なんか随分離れて警報を鳴らされてるんだけど。な。確保。え、違う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 、武器を拾ってる。何してん情報をよこせ。スキルポイント。よっしゃ。マシンピストルを拾ってしまった。レイディーキラー。あらまあ、もうすぐそこに機密情報あるわ。重要ターゲットを発見。オッケー。シカリオのリーダーみたいだ。キャリア相談に乗ってやろう。逃げるくん。ああ、このゲームこっな、ちか。スポーツカーこれしかないよね。そうだね。あ、警報あった。あった？本当だ。サプレッサーつけろ。忘れてた。あれ、ここ通り抜けられないの。どうして？どうして？絶対いけんだろ、これ。おい、敵が散開してきてるよ。やばいやばい。急げ急げ。お？見つかえ？る。どっから見られた？後ろか？いや、死ぬ。ここにいるけど。ノックアウト。お敵がまた来てる。しゃべっとくから。任す。パーツケース。オッケー。ナイス。では、近いね。あるこれ P90 あるね。オッケー。警報なんてしかなんぼのもんじゃ。スポーツカー乗ろう。車乗ろう。よいしょ。ああ これ早すぎて本当難しい。武器ケースを見つけた。見つかった。ヘリがいるの。ヘリはこれで、こうして、あ、隠れた。よし。おっしゃー。で、欲しい欲しい。次のパーツケースは大容量マガジン50発と。ゴリ押して武器を回収してない。オッケー。はい、飛行飛行。やばいやばいやばい。痛い痛い痛い。向こうね。押し切る。
あーミストカーになった。ミストカー、あ、気にぶつかる。あー浸水。これは余裕なタイプだわ。あ、基地とかじゃなくて、あそこに集中している感じか、うん、そう。ちょっと待って、まだそっちに行ってない。警戒されてるぞ。待てと、待てと言ったのに。あーひどい。あの集まってるのが悪い。ええゲット。よし、お次はてか SMG 全部集まったね。うん、なんかトロフィー汚い。あ、遠い遠いけど、まあゆっくり車で行くか。ラモンフェリス見つけよう。ラモンフェリスが内部告発して、カルテルが行う児童売買の情報を暴露して、あのヘリ使おう。スエーニョに殺される前に彼のところへ情報を引き出して乗り捨ててじゃなかった。あ、機銃付き。どこだ。ラモンフェリスを捕まえっぞ。ラモンフェリスはあの辺だな。ヘリ取っといた方がいいかな。山の上に止めよう。止めようと言ってんのにお前はなぜ飛び降りた。だ、止めてくれるんでしょ。せっかちかな。せっかちだよ。あ、もう絶対あの民家に。家はすぐそこだ。急ごう。カルテルが来る。ダイナミックエントリー。あー、いけねえ。あ、くそ。ベランダに飛び降りようと思ったの。偵察かけたけど引っかかんない。ラモン中にいる。何もいない。何もいない。どっか隠れてんじゃないの？タンスとか。あれこれいない。あ、ベリスをやられた。いたわ。死んでるもしかして。ちょっと待って。こうどっから向かった。あ、中か。怪物どもめ。近くにデータがあるはずだ。そうだわ、あの部下が向かってたわ。ここの家に末にの。なるほど。だけど PC がある。あ、なんか良さそうな PC。 くそ、本当だ。ハードディスクがない。ハードディスクない。フェリスは死亡。ハードディスクが死亡。殺し屋は随分散らかしたみたいね。なんでわかったんだ。バカみたいに現場で自撮り写真をネットに投稿したからよ。それで位置情報が分かった。場所をそっちに送るから、急行してフェリスのハードディスクが破壊される前に回収して。すぐに向かう。ひどい。司法なんてつけなくてもいいものを。いや、あれで成仏できるよ。ああ、ゴースト部隊式成仏。殺し屋を拷問する？え、拷問？あ、拷問じゃない、尋問か。なんだ。俺が操縦する。すぐそこ。あ、違う。フロールデオロ。あ、フロールデオロに行くんだ。うん。あ、もしかして移動中か？違うか。移動中か。機銃ついてるけどね、このヘリ。どうしようかな。とりあえず止まってみるか。はい、一生止まってしまった。下手くそ。わ、待って待って待って。だあ。いや、今一瞬さ、今視界がすごいグワングワンしたんだけど。
結構挟まれてたのに。ハードディスクがいる、殺すなよ。いやちょっと一般ピーポーから車をいただいて、ボディアタックだ。車から出ろ、早くしろ、無駄な抵抗はするな。俺が運転する。行くぜ。ほら、挟め挟め。おお、ベイブレード。降りた。よし。はい、こんにちは。このクソタレが。この辺で尋問しようか。捕まえたぞクソ野郎。何言ってんだ、何もしてない。お前血まみれじゃん。見たのか、あれイカれてただろう。そうだな、だが俺たちも負けてない。針金と電流を使ってこれから証明してやろうか。おい待ってくれ、何が欲しい。ラモンフェリスのハードディスクだ、出せ。あれか、ハッキングオタクたちに届けた、この近くだ。サンタブランカに消される前に回収しに行くぞ。やばい、フェリス君の見られたくない、あんなものやこんなものが消されてしまう。回収に行かないと。やばいやばい。悪いが車をもらうぞ、出ろ。遠いな。回収だ回収。うん、回収だ。おお、結構な基地で。カルテル？カルテル。カルテルか。カルテル。でもここはレベル5の場所だからね。あれ、ラクルスって。レベル5とかあったっけ？レベルはないないのか。一瞬レベル5のとこ入ったから。オッケー、偵察かけよう。ドローン展開。お宅にフェリスのデータが探られてしまう。あ、サムがある。あ、警報もある。警報はまあ撃って壊そう。うん、サプレッサーちゃんとつけとけよ。ついてる。よし。オッケー。警報を停止した。ああ、おネムタイムかな、もしかして。なるほど。ならちょっとこの中。あ、待って、一人起きてる。ストップ。ああ、起きた。起きたんかい。小屋無視しよう。あ、電源装置あった。情報が。お前しちゃう。お前みんな起きたべよ、小屋の中。いやもうシャットダウンしたから関係ない。なるほど、もう多少ドンパツしても大丈夫と。大丈夫、小屋の中やっちまえ。 OK。 同服感が余ってるぞ。落ち着け、行くぞ。情報をよこせ。ボーナスメダル。ただこのことは誰にも言うなよ。ほう。で、データを回収。ハードディスクだ、確保しろ。ハードディスク。ターゲット排除。ボーマン、ハードディスクを解除した。よし、中身は無事。無事だ。今そっちにデータをアップロードしてる。素晴らしい。フェリスのブログによると、サンタブランカはボリビアの子供たちをさらして、ブラジル、アルゼンチン、メキシコに奴隷として送ってる。これでその証拠を公表できるわ。児童売買業者に同情する人なんていない。麻薬の密輸業者でさえもね。お次はラプラガだ。ちょっと待って。ラプラガはこれか。ラプラガは兄と共に国を出るつもりよ。それだけは絶対に阻止しないと。逃げられる前にラプラガを始末しない。このエリアにスパスあるんだね。スパスか、使うことはないな。ゴリゴリの近接戦闘とかないからな。さあ、カルテルが待ち構えてる。奴の家だ、プジョンの家。ラプラガが逃げようとしてる。後々のために今始末する。素早くな。だが慌てるの。素早く始末をする。まず偵察。いい家じゃない。サブマシンが思ったターゲットがいる。どこにいる？
わかんねえな場所。まあ敵を減らしていこう。どっか地下とかありそうな雰囲気だけどね。おいドローン。何した今。ちょっと待って。ドローン爆発させた。ちょ。いや爆破ドローンにしてんのは知ってたんで、びっくりして R3 押しちゃった。本当に特殊部隊か。じゃ。お別れパーティーのやり方は心得てるみたいだな。あ、地下あるわこの家。なるほど。地下のどっかに隠れてんじゃないかな。そういうことね。スキルポイント。そしてここの敵買って、ここ地下への入り口はどこだ。あったあったあった。あった。俺んとこ。どこだそれ。あ、違う。ああ、殴ってる音がする。パキ。どこ。え、あ、これか。角っこ。お、いた。ちょっと待って、待って、どこ。見つかってない。いや、始末はしない。あ、これさらに下があるの。あ、待って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 。あ、逃げてる。ラプラが追うぞ追うぞ。バイクレースだ、バイクレース。待って、ここちょっと面白いぞ。あ、すごい、ちゃんとした逃げ。これバイクじゃねえといけねえじゃん。スポーツカー乗った意味ね。待って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 。何してんの。俺も追いかけるぜ。こんな逃げ道用意してたの。うん。でどこまで行っちゃった。諦めろラプライヤー、もう逃げ場はない。待って待って、勢い余って敵陣に突入しちゃった。本当だ、俺も勢い余った。あーやばい、待って死ぬー。あ、勢い余って死亡。勢い余ってラプラが殴っちゃった。え、ラプラがこれ死亡。死亡。死亡なのか。死亡した。俺らの死亡が優先されてるんじゃないの。いや大丈夫、俺今ちゃんと見たから。ラプラが死亡ってやつ。こんなカッコ悪いラプラが死亡。ノマド。あ、本当だ。内部の状況が急速に悪化。エルムロとエルスエーニョが対立してる。例の兄弟殺し命令の件で。今度はエルムロがスエーニョを消そうとしてるの。うまくいかなかったんだろう。あんまりね。なら奴らが共倒れするのを待つか。そうしてくれたらいいんだけど。ラクルスはこれでもうおしまいなの。残念ながらスエーニョへたどり着くにはエルムロが必要なの。ないな。昔からの親友だからね。知っていることを聞き出さないと。わかった。スエーニョに殺されるか、ユニダットにボリビアから逃がされる前に奴を捕まえる。オッケー、エルムロ君だ今度は。おう、エルムロ君はメディアルナだ。メディアルナ、メディアルナ、まあ、メディアルナに行く前にちょっとここの武器回収、武器集めしちゃおう。ここになんかかっこいいライフル、スナイパーライフルが。回収に行こう。ちょっと勢力図確認してみよう。ラプラガを倒したからエルムロを始末すると、今度は護衛のメンバー、メンバーが全滅する。お前何ヘリ乗ってんて。いいだろう。お前に足はないのか。いや俺羽生えてるから。その羽よく折れるよな。カッ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 。
エルムロを倒せば護衛の護衛が全滅するユニットが。カルテルの輸送機だ。お、すぐにでも飛ばせるな。輸送機。もらわないのは失礼だろ。それに反乱軍が積み待って、このスナイパーライフル面白い形してる。使おう。ちょっとそのスナイパー威力は HTI と比べてどうなんだ。今見る。あ、弱い。ここに武器ケース。弱いんかい。でも使う。スナイパーライフルを見つけた。じゃあ飛行機か。回収しちゃおう。うん。任せろ。俺が操縦する。遠い。4.2 キロ。サプレッサーがない。あ、ないの。とりあえず乗って。短い滑走路だな。お、あ、うん、あ、危ない。待って、進行方向逆だった。正しいと思ったら、ちょっと待って、旋回する。いや、別にいいだろう。いや、これで着陸失敗してドガーンとかね、一番笑えないから。飛行機が対応した。作戦中止だ。ど下手くそ。何が滑走路じゃなくてドガーンだ、お前。右翼しか壊れてないでしょ。食料無事でしょ、これ。いや、マジかよ。まったく、この滑走路でドカンしちゃった。滑走路でドカンしちゃった。あ、そういう日はちょっとスキル、そう、こんなもん集めなくてもスキル溜まってるわ、十分。まったく。